はい、この放送をベーシックインカム実現するにはどうしたらいいか会議という話なんですけども、要は例えばじゃあ、毎月あなた20万円もらえますと。でもその代わり1回でもゴミ捨てたらもう20万円もらえませんよって言ったら、ゴミ捨てないでしょ。だって1回ゴミ捨てたらもう毎月20万がなくなるんだよ。したら絶対ゴミ捨てないじゃん。要はその社会で生きてることが得であるっていう環境を作る必要があるのですよ。ゴミ食うわ。まあ、俺も食うな。20万だったら。だから、っていう形で、社会の人たち、社会の参加者、全員が幸せを感じる構造を作ることで、テロっていうのは減らすことができるんですよ。その、快楽殺人とかの本当におかしな人は置いといてね。っていうので、その、テロは減らすことができるんですけど、減らすためのコストっていうのが高いんですよ。要は、不幸な人に対してお金をあげたりとか、彼女をあてがったりとか、いろんな不幸があるわけじゃないですか。モテないとか、背が低いとか、ハゲとか。その人たちの不幸せを取り除いてあげなきゃいけないから、そういう意味でコストが高いんですよ。で、自動車事故っていうのも、自動車が死んで、に殺されてしまうっていうデメリットはあるんですけど、自動車便利じゃんとか、物を動かすのに人力だと大変じゃんっていうメリットとデメリットを天秤にかけてるんですよ。このハゲってありましたね。まあいいや、置いといて。ギャラ出ないのによくこんなに喋るような。はい、すいません。酒飲んでるからと思います。幸福の価値観は皆同じじゃないから手は減らない。幸福の価値観は皆同じじゃないんですけども、減りはします。ゼロにはならないです。では、その、例えば彼女がいて子供がいてすごく幸せな人生ですっていう人がテロを起こす確率はすごく低いんですよ。で、やっぱり独身の男性のテロを起こす率は高いんですよ。だから独身の男性がいなくなればテロは確実に減るんですよ。だから、例えば独身の人が結婚できるっていうふうにするのもそうだし、じゃあなんか、30になって独身のやつをみんな殺すっていう法律を作ると、多分テロは減ると思うんですよ。そうすると独身の人いなくなるからね。まあ、これ冗談で言ってますよ。そうするとね、29歳でね、テロを起こす人がいるからダメなんだけど。で、独身が今一番多い時代じゃん。で、それはその経済的なものと幸せがリンクしていて、で、不幸せな人が多いと、まあ不幸せというか経済的に恵まれてない人が多いと独身の人が増えてしまうんですよね。性欲を抑える薬を早くすればいい。だから VR のエロとかもありなのかもしれないね。まあそこで BI なので、そう話が戻ってそこで BI なんですよ。まあ、他の国、まあ僕はそのヨーロッパに住んでるからなんですけど、ヨーロッパって国境がないの。BI ってベーシックインカムっていう、月に一定額を日本人である限り必ずもらえるというシステムにしてしまえばいいんじゃないのって話です。今のところ試算して月8万円ぐらいだったらもらえるんじゃねっていう試算があるんですけど、上のベーシックインカム案っていうところの大百科をクリックしてもらえれば、一応、こうやったらできますよって案は作りました。安。安くする理由は、既存の社会の人の負担を増やさないためです。既存の社会の人の負担を増やせば、別に20万とかできるんですけど、そうすると反対案が多くなっちゃうんですよ。で、わかった。じゃあ、月20欲しいの人。今、月20欲しいって書いた人。20万何に使いたいか。ちょっと書いてください。20万じゃ足りないっていう、19万じゃ、8万じゃ足りないっていう人。20万で毎月何しかない。投資。なぜ投資をしたいのか。一人暮らしプラス生活費。一人暮らしは、一人暮らしで生活費ってことは、働かないでその額で暮らすとしたら、東京に住まなければ、家賃は安いし、生活費もかからないんじゃないでしょうか。競馬、ギャンブル禁止です。いや、自分で稼いだ額でギャンブルするんだけどさ。お金がなぜ大事なのかっていうところを、まず皆さん誤解してると思うんですよ。お金がなくなったら怖いからお金が欲しいんですよ。だって、例えば老後の蓄えって言うんですけど、働くなくなって引退した後にお金がないと困るじゃん。家賃払えないし、飯食えなくなるし。でも、一生お金は絶対もらえますよ。なので、東京のいいところに住みたいとかじゃなければ、普通に家借りて飯食うぐらいのお金は永遠にもらえますよっていう時は、そこまでじゃあ貯金する必要あるの？っていう話になるんですよ。
OL だけど月額給料20万だよ。全体の生活水準が引き上げられる。引き上がるかな、結構下がるんじゃないかな。だからその、お金が何のためなのかっていうところを、まずちょっとね、皆さんはね、誤解をしているのですよ。要はその、本当に欲しいのはお金じゃなくて、安心だったりするんですよ。その、不安を感じない。要は生きていくことに、今の人たちってめっちゃ貯金するじゃないですか。利子全然もらえないのに。でもそれって将来に不安があるからなんですよ。その、給料は増えるかどうかわかんないし、じゃあ仕事もクビになるかもしれないし、で、年金ももらえないって言ってたら、じゃあ自分で貯めるしかないじゃんっていうので、お金をいかに貯めるかっていうところに、四苦八苦しちゃうんですけど、じゃあその、生活に困りませんよっていう時には、実はそんなにお金ってなくても不安は感じないんじゃないっていう、不安を取り除くっていうことが、実は社会にとって大きいんじゃないかなっていう話です。うん、月に8万くなら面白い副業もできそう。うん、だからその、要は、暮らして飯食うっていう分には困らなくなるから、嫌な仕事だったら辞めちゃっていいっていうのも全然判断できるんですよ。飲食業界の話で、前に堀江さんと、雑誌、プレイボーイでやってる対談で、あまり同意が得られなかった話があるんですけど、今の飲食業界って時給めっちゃ安いんですよ。まあ、安いって言っても1100円とか、東京ね、とかで、すげえ働かされるんですけど、で、ただそれってすげえ忙しくて、で、1100円で、あ、牛丼屋ね。で、そこで、500円の牛丼出して食ってるっていうので、実は誰も幸せにならないんですよね。で、要は、働いてる人もそれでじゃあ、満足したお金がもらえるかっていうとそうでもないし、で、じゃあその、経営してるお店の儲かって利益があるのかっていうと、もう上がらなくて自転車操業なわけですよ。で、それなんでやってんのっていうと、働く必要がある人たちが仕方なく働いてるから、給料が安く抑えられるんですよ。だってその、じゃあ時給その1000円、1000円ちょっとだったら、俺絶対牛丼屋でバイトしねえっていう人がいたら、牛丼屋は成立しないわけじゃないですか。で、じゃあ牛丼屋で食べてる人たちがどんな人たちなのかっていうと、牛丼屋で食べてる人たちっていうのは、お金がないから、なるべく安く食費をあげたい人たちなんですよ。で、じゃあその人たちが牛丼屋なくなったらどうなるか、餓死するのかっていうと、絶対餓死しないんですよ。家帰って食うから。だから、牛丼屋って、実は、安い牛丼屋って、その、なくなったり、その、それは日本全国からなくなったとしても、実は本当に困る人ってあんまりいないんですよ。なんか、牛丼評論家とか、その、なんか、筋肉マンとか別にしてね。要は、その、自分で作るのめんどくさいし、安いから牛丼屋行くんですよ。で、めちゃくちゃ美味しいから牛丼食ってるっていう人もたまにいますよ。ただ、要は、何か安く、エネルギーを得たいっていう人が牛丼屋に行くんですよ。で、もちろん家で、食わなきゃいけないからちょっと不便になるんですけど、ちょっと不便になるだけで牛丼屋なくて困る人って実はあんまりいないんですよ。で、じゃあ牛丼屋、安い牛丼屋がなくなりました。で、牛丼屋が一杯1000円の牛丼しか作らなくなりました。で、今でも牛丼食べたい人は1000円の牛丼食べてください。で、それはまあ、きちんとした店員さんが、例えば今だと500円だから2倍になるから利益率は2倍になるわけですよ。そうするとその人件費っていうのは絶対 30% とか増やしても全然問題ないわけですよ。そうすると時給1500円とかで働く牛丼屋の店員が作れるんですよ。で、原材料費もお金かけれるから、1000円なら作った方がマシ。作った方がマシなら作れ。だからその、要は利益率が高いお店と給料が高い仕事だけ残して、それ以外っていうのは働くだけ実は幸せを作ってないんじゃないのって話。で、なんだっけ、ラーメン屋、一風堂がパリにあるんですよ。日本だと一杯いくら？一風堂。800円ぐらい。900円いくのかな？で、ちなみにパリが一杯12ユーロ、13ユーロ、900円ぐらいか。12だから、1400円、1500円。とかするんですよ。で、1500円するから、じゃあみんな食わないのかっていうと、夜のその夕食の時間に行くとすげえ混んでるんですよ。一風堂。なぜなら一風堂を食べたいから。別にその安いから食べるんじゃなくて美味しいと思って食べてる。珍しいからじゃなくてパリはラーメン屋めちゃくちゃ多いです。
一風堂の東京内に多分ラーメン屋20店舗ぐらいあるんじゃないかな。なので、もっと安いラーメンはあるんですよ。でも、一風堂のラーメン食べたいから、1500円払って食べてるんですよ。で、それは、高いお金を払って、美味しいラーメンを食べたい人なんですよ。おかしいかな？なんだろうな、言わんとすることを忘れた。酒飲みながら喋ってるから。あ、そうだ。要するに、低い時給で無理やり回してる業界というのは、淘汰されない限り、社会は進歩しないのですよ。要は、安かろう悪かろうのものをいっぱい売ることで、回す商売っていうのが成立しちゃうんですよ。で、安かろう悪かろうのものって、買った人たちも幸せにはなってないんですよ。だって安くて悪いんだもん。で、それだったら、ちゃんと家で美味しいもので栄養価のあるものを食った方がいいんじゃないですか？で、それで安くて悪いものじゃなくて、外で美味しいものを食べたいんだったら高くなりますけど、美味しくて価値のあるものを食べた方がいいんじゃないですか？っていう話。東南アジアの屋台とかに行くと、めちゃくちゃ安くて何の油だかわからない油で作った料理とかあるわけですよ。その中国だと肉まんに段ボールが入ってるとか、その排水管に溜まった油を使ってるとか、で、安く作ろうとするとそういうものが発生しちゃうんですよ。例えばベトナムのフォー屋さんで結構有名なチェーン店があって、そこのフォーにフォルマリンが入ってたんだよね。これでも多分20年くらい前の話だけど。っていうので、安く作ろうとすると、結局、安く作るために悪いものを混ぜる、質の悪いものを混ぜて何とか成立させるっていうのは始まっちゃうんですよ。なので、美味しいもので価値のあるものを作りましょうっていう社会にした方が幸せになる人が増えるんですよ。ここまで大丈夫？で、ただ、お金のない人は、どんなに安くても働かなきゃいけないから、安かろう悪かろうで時給も低いけど働いちゃうっていう人が、社会の中に一定数必ず出てきちゃうんですよ。例えば、メルカリとかで、領収書を売りますみたいなことやってる人だしね。要はお金がないから、微妙な仕事をしちゃうんですよ。その仕事って社会にとって何の意味があるのとか、あなたの人生にとって何の意味があるのっていうのも考えなくて、単に100円もらえるからっていうので、自分の時間を費やしちゃうんですよ。で、それって社会にとって領収書を売る人たちっていうのは害悪でしかないんですよ。脱税だからね。でも、多少のお金のためにそういう悪いことをしちゃうんですよ。それはお金のない人はそういうことしちゃうんですよ。で、それはもう、お金のない人がやるのはしょうがないんですよ。だって食わなきゃいけないんだもん。だって、なんだろうな、本当にお金がなくて飯も食えなかったら、多少悪いことはしちゃいますよ。ちなみにね、経済状態の悪化と犯罪率って、比例するんだよね。経済が悪くなると犯罪も多くなるっていう。なので、食いっぱぐれをまずなくすっていうのが必要っていう話です。要は本当にお金がないから悪いことをしてしまうっていう人は、食いっぱぐれがなかったら悪いことしなくていいもん。っていう話。そんなに難しくないでしょ、この話。